can tell you how scared I was when I quit my job, though. The risks were real. They laughed at me for quitting to become a DJ. DJ はムードメーカーだと思います。ブースに立ったら一番自分がフロアのことを理解してるし、サラリーマンもおしゃれな人も全部同じところで同じ曲で盛り上がるんだ。そんなのすごくない？ハウスミュージックはもともとゲイのコミュニティのカルチャーだったりとか、多様な人が安心して遊べるみたいなところ、シーバキナパーティーはいつも楽しいし、まあ安心して遊べる場所だな。昔なんで職業じゃないから DJ の従業員の中の一パート。初めてクラブで DJ したのが、映画会社で働いてた時の作品のプロモーションイベントみたいなのを、まあ、企画しまして、僕らはサークルのパーティーが最初で、プロの DJ の人アシスタントにセッティングするっていうお仕事、あとライティングをその DJ がやってる時にするっていう仕事を得て、沼津暇なし、早い時間ブースに入ってギター弾いたりしてたもんだし、そのオーナーたまに見てて、お前できんだろうって言われたら、全然上手いし、できるできるって言って、やったのが初めて。 DJ やろうと思ったわけじゃないからね。自分のために働きたいなっていうのが強くなって、で DJ になるって言って辞めました。The risks were real. I had no way of securing income. I got to teach English in between my branding as a DJ. 自分でイラストレーターとかを習って、名刺代わりにパンフレットを作ったり、次につなげるっていう努力をいつもしてましたね。パーティー終わった後にどこが良かったのか、なんで最後までお客さん残なかったのか、もうやっぱすごいミーティングもやるし、全然難しいと思ってなかったし、ただあるレコードかけてボタン押してフェーダー変えて喋ってるだけじゃん昔は。でも同じレコードいつもすんげえ盛り上がる曲あるんだけど、何やっても盛り上がる、誰もどんなにいっぱい入ってんのになんで選曲悪いからでしょ、タイミング、その空気読んでない。DJ ホンダになってからは、それが初ニューヨークのバトル。90年の時は1回戦で負けたんだ。でもすごい盛り上がったから、あれもうちょっとちゃんとやったらもうちょっといけんじゃないかなと思ったんだよね。お客さんからパワーをもらって DJ して、だから6時間とか8時間とかやれるんだろうなってすごい思うんですよね。お客さんとコミュニケーション取れたなって思う瞬間は最高だなっていうのは。僕ら初来日のアーティスト呼ぶことが多くて、あ、そうね、大体まあみんな若いアーティストとか、彼らが大きくなってきたら帰ってくるかもしれないし、僕らと一緒にまたやれるかもしれないし、俺がその時代にそういう環境だったらアメリカに行く必要なかったし、行けなかったかもしれない。今生まれたら絶対行かない、日本で十分全然できる。だってみんな理解度上がってると思うし、分かってやってる人もいっぱいいると思うし、今アジアがダンスミュージックで盛り上がってるんで、アジアのクラブを、プロデュースしたりとかパーティー作ったりとか、肌の色の近い人たちと自分が共有してきた経験だったりとか、ダンスミュージックの愛だったりとかっていうのを幅広く共有できたら、そこはチャレンジなこれからしていきたいなと思って、外国の DJ とかが来た時に前座をさせてもらったり、外国と日本の架け橋になれる存在になりたいっていう風に。今日からメキシコです。 DJ としてメキシコに行ったんですよ。その時に初めてタコスを食べたんですよ。もう速攻タコス屋さんをやりたいっていう風に思いましたね。DJ サラサとしての自分、レストランオーナーとしての自分っていうのは、いろいろあるものの中の一つだなというふうに思ってて、思い描いたことが一つずつ叶ってる。メス・ザ・マンっていうボカレルブランドを、これも2017年始めたのかな。そのメスっていうのは、クラブにいるヤバい人たちに来てほしいよっていう、で踊って汗だくになってお酒こぼしても明日も着れるよっていう。服を作って曲を作ってクラブに行ってご飯を食べてっていうのを繰り返しなんで、 DJ だけやってるわけでもないし、服だけ作ってるわけでもないし、割とそれが日常的な。マスタリングとかプロに任せようと思っていて、その前の
過程みたいなやつはもうここで全部作っちゃったり、例えばここにコピー&ペーストでこう貼っていくだけで曲って今作れちゃうんですよ。もともとちょっと違う曲用に用意したものと組み合わせるとちょっと変わるんですよ。例えばボーカルの音を入れるとこう変わって、あるものの組み合わせなんですけど、それだけでもこんだけもうワンループできちゃうので、パソコン上だとやっぱ自動に調整されちゃって音がちゃんとミックスできるのかっていうのをちゃんとこう確かめる作業で、まあ練習っちゃ練習だし、今曲が混ざってる感じなんですけど、まあその低音の強さに遜色はないかなっていうのが、でこれで自分の曲に変わった。さっき作ったすごい短いループをこのデータに書き出して、で本当つくまでに注目されたいから DJ になるっていう人がすごく多くて、まあ他の方法で注目されるようになったからやめる、注目されなかったからやめる、楽しいと思ってやっているのであれば、まあ特に言うことはないのかな、こうやった方がいいとかはないかな、やるしかない。家でやってても別に自分が DJ だと思ってるんだったら DJ だって言えばいいんじゃないかな。本当にいい DJ っていうのは曲が大好き、音楽が大好き、人が大好き、いろんな曲を常にアンテナ張って取り入れて感じて自分のものにする、それをみんなにシェアしたいっていう気持ちがなきゃいけないと思うんですよ。Thank you.